ということでですね、本当に中国のバブルが弾けて経済ガタガタになっちゃったのかどうかということをちゃんとおとらじ風に考えてみたいなと思います。はい、こんばんは、下平です。こんばんは、吉水のあです。はい、こんばんは、早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube ポッドキャストでお届けしています。番組のフォロー、チャンネルの登録よろしくお願いします。お願いします。はい、さあ、194回ですよ。はい、ねえ、これあっという間に200回になっちゃうね。うん、中国どうしたスペシャル。そう、これ中国どうしたっていう、なんかでもこの1ヶ月ぐらいで中国がちょっとおかしいよなっていう風になんかみんなそわそわしてない？そわそわしてる？いやでもなんかちょっとやっぱりこう洋服規制してみたりとか、なんかこう規制から始まって、なんかちょっとどうした習近平みたいなことはありますよね、なんかね。そう、ということでですね、本当に中国のバブルが弾けて経済ガタガタになっちゃったのかどうかということをちゃんとおとらじ風に考えてみたいなと思います。あ、なるほど。でも今回のやつを一個見ておけばほぼ全て中国の経済の現状が分かると思うんで、なんか寝滑ってゴロゴロしながら聞いてくれればすごい参考になると思うんだけどな。いやでもね、メインはこの後ですけど、やっぱりなんか面白いっていうのもあれですけど、その中国崩壊ね、どうしたっていうところありながら、普通にこの街を歩いてるとむしろインバウンドで中国の人もたくさん来てたりとかだから、その個人ベースだったりとかとまた違うってことですよね。ただ観光客は来てるんだけど、もう昔みたいな爆買いは誰もしてないんだよね、ほとんど。あ、そうか、来てるけど、爆買いって確かにもう聞かないな。そうなんか中国の人たちも財布の紐が締まって、無駄遣いしなくなってる。え、中国に対しては円安の影響ってなんかいいプラスになる部分なんですか？まあ観光客としてはそうなんだけど、でも実際に中国の中でほら不動産なんかが下がっちゃってるんで、中国人って資産の半分から7割ぐらいが不動産なのね。あ、そうなんですか。それがさ、大きいですね。毎月毎月値下がりして、あれ来年もダメだし、これしばらくもう無理だなってなったらさ、お金使わなくちゃじゃん。さすがにね、ないものが触れないもんな。あ、そうなんだ。じゃあちょっと中国も今やっぱりその経済不振の影響が出てて、日本にお金を落としてくれないみたいなことがあるわけですね。まあ、観光客あんまり使ってないだろうね、昔に比べたら。もう勢いはないよね、人数も減ってるし。ああ、そうですね、確かに。まあ、じゃあ、イラさん、今日はね、今ここに後ろにも書いてありますけど、はい、まあ、いくつかの角度からいろいろお話しいただきながら、まあ、世界どうなっていくのかとか、僕らにどんな影響を及ぼすのかとか。そうですね。はい。まあ、ここに書かってるのは、8大リスクね。ざっといくと、不動産バブルの崩壊。不動産バブルが崩壊すると、地方政府の財政が回らなくなるんだよね。要するに土地を払い下げで、地方の予算の半分ぐらい作ってたから、そこがやばくなってる。で、しかもバブルの崩壊と同時に61年ぶりの人口減少が去年から始まっている。そしてこの習近平の悪名高い共同富裕、これ共同富裕じゃないんだよね、みんなで貧乏になるっていう政策なの。名目はね、富裕ですけどね。そうだから、豊かで目立ってるところを叩き潰して回ってるっていうのが共同富裕です。はい。そして後半、じゃあ不動産とか内需以外で中国でものすごく儲かってたのは貿易黒字じゃん、はいはい、それがどうなってるのかっていうことで、貿易がどうなってるか、輸出減少してるの？してる。え、そして、先端技術、これはまあ日本とアメリカとオランダの例の IC の最先端技術をもう中国には流さないって決めてる、あのデカップリングの話ね。そして実際に本当にもうデフレになっちゃってるのか、そしてこれらの全部のマイナスを受け止めているはずの習近平は何を考えているのかっていうので、確かに気になる。これで中国の8大リスクです。ちょっと、だから習近平もでかいリスクだよね。うそうですね、そうなんだ。ということで、何、どっから行く？じゃあ不動産の一つ目ですよね。これから行きますか。一番優しそうなところ、まあね、ネットニュースとかいろんなの見てても不動産バブル、中国崩壊した、もうそもそもしてるんですか、もう。中国って都市がやっぱり1000、2000、3000、4000とかって分かれてるの、で1000都市ティア1っていうのは北京、上海、深圳、広州かな、はまだ値下がりはしてないって、ただ値上がりの伸びは止まってトントンで横ばいになっている。ただそれ以外の2000都市、3000都市、4000都市は全部下がってます。で今さらっとねおっしゃいましたけど、なんかその一線の都市が横ばいっていうのもちょっと昔は考えられないですね。どこまで上海上がるのみたいな感じでしたよね。そうだね、上海も北京も余裕でオークションだったからね。でちなみにもうみんながよく知っている
恒大は、まあ、国債マイナス50兆円だからね。で、国家予算だな、これ。カントリーガーデン。カントリーガーデン。碧桂園って言うんだけど、うん、ここは、負債がまあ30兆円ぐらいで、うん、今期の赤字がマイナス1兆円。うん、こんなのになったらもうダメじゃんっていう。ちなみにさ、ここでさ、恒大は50兆って言うけど、うん、日本はさ、ほら公的資金を銀行に注入してなんとかバブルの最後の根っこを立ったでしょ、うん、あの時100兆円だからね、一社で半分必要になっちゃうんだよ全然桁が違う、桁が違う。これこういうふうなになんか規模がでかいのって、うん、やっぱり持ってるそのなんて言うでしょう、そうそうそう、土地っていうかその商品がでかいからってことなんですか、うんうん、まあ結局ね、うん、自転車商業でぐるぐる回してるだけなの、うん、資産全部ではもう、まあ、のマイナスだから、うんうんうん、あのもう資産全部を合わせてもそれをさらに上回ってマイナス50兆円ってことなんだよね。マイナス50兆円って、ねね、どうやったらちょっと想像がつかない、うん、でもこれさ中国で何千社ってある不動産大手の会社のトップ 1,2 なのよ、うん、それがここってことはさ、上から10番目の会社が儲かって笑い止まんないはずないじゃん、うん、トヨタとホンダが潰れそうですよ、あ、他の自動車メーカーはどうですかって話なんで、それはでも結構国としてもだいぶ危機なんじゃないですか。もちろんだからここのところの額は本当に不動産業全体でどれぐらいマイナスか分かんないの、うん、怖出た、なんかいろいろこう不明瞭なデータがしかないっていう、そう、はい、この不動産バブルになっちゃった原因って、うんうん、この辺にあるんですか。不動産バブルになっちゃった原因は、うん、単純に最初はほら中国って輸出で稼いでたじゃん、うん、でお金がどんどん世界から流れ込んできて、うん、お金が余ったのね、うんうんうん、でその頃これからは昔はねその安い土地に安い建物を建てて誰にでも国が住まいをくれた、うん、これからはみんな自分で稼いで家を買ってくださいっていう宣言を共産党がしたの、うん、それからじゃあ家を買おう、うん、ついては家をどんどん作れば売れるし余ったお金で投資すれば値上がりは続くんだから、うん、絶対に儲かるってなったのが始まりなんだよ。なるほど。でもちょっと待ってください、これ、うん、この共同富裕と反してません、その共同富裕なんてまだ2年か3年しか経ってないから、うん、それはもう何十年も前、あ、そうなんだ、30年も前だからの、じゃあ自分たちでう、もううちから国で提供するのやめますと、うん、あの自分たちで頑張ってあのいいお家に住んでねって言って、うん、急に突き放されちゃったですか、中国人の人たち。突き放されたっていうのでもないんだよね、うん、なぜかっていうと、うん、そのもうその時には不動産のいいサイクルが回ってたから、あ、なるほど、うん、国民も豊かになった、うん、自分で好きなように住める、うんうんうん、で買うこともできるよっていうふうにしたんだよね、要はただでもらってたものをこれからは買うようにしましょう、ついてはでもちゃんと儲かるようになるからねっていう夢のようなサイクルが始まったの。ちなみに中国の不動産って面白くて、うん、七五三なんだよね。七五三、七十五十三十。ここね、住まい、住居用の借地権の年月、70年なの、うん、住宅は。で50年はここ工場、へ、ここモール、商業施設は30年なの。だからこれ30年くすぐ経っちゃうじゃん、どうすんのって話だけど、うん、また適当にごまかしごまかしやってるって感じなんだよね。だから基本的に中国で土地を買うとかマンションを買うっていうのは70年の定期借地権を売り買いしてるって感じ。なるほど。それって、まあ、あの大きさにもよりますけど、土地の価格ってどのぐらいで売り買いされるものなんですか。そんなのは土地によってバラバラだから、すまそうですよね、うん、だから上海の一棟の場所で一番高いところはそれこそ日本円で数十億っていうマンションもあるわけよ、うん、へえ。でも70年は買っとけば、まあ、そこに例えばマンションとか建てて人が入ってくれれば安泰だよねみたいな感じだったってことですよね、ちょっと前までは。そういうことだね、うん、まあ、で70年経ってもその後でその借り換えみたいなことをそんな大した額じゃなくやってくれるっていう風になってるし、だから基本的にずっと悪くないんだよ、うん、だから基本的に不動産が値上がりし続ける限り素晴らしかったんだけど、これがやっぱりあまりにも極端になってしまってみんなが文句を言い始めて、習近平まあもうやばいなっていうことで、うん、本当に3年前もう20年の夏ぐらいに日本と同じことやったの、レッドラインっていう、要は総量規制です。不動産に貸すお金は金融機関のうちの何パーセントにしなさいとかっていう上限を設けて不動産にお金が回らなくして、これが来たわけ3年経って。でもどっかでやらないといけないじゃん、もうみんなブーブー文句言ってんだから、うん、北京では1億円では進めないよって、うん、でもなんかそれをやったことでバブルが起きちゃって
やバブル崩壊が起きたんだけど、これはどっかでやらざるを得ないんだよね、はい、ちょうどいいとこで止めとくとかできないってことなんですかね。できないです。バブルってちょうどいいとこなんてないから、うん、ですよね。もうこの時にもかなり行き過ぎてたわけだから、だから最初からこの手を使った時点でいつかこういうリスクは当然あったってことですよね。そうそうそう、錬金術だからね、うん、じゃあ一応予想の範囲内ではあるって感じなんですかね、不動産バブルが弾けるっていうことは。共産党の指導部の間ではにとってはね、うん、ただ聞いたと思う、聞きすぎたと思う、へもっと穏やかにいくはずだったんだけど実際にはそうはいかなかったんで、うん、っていうことはこれ不動産が中国って GDP 全部のうちの 30% だから、ここがもう崩壊して全然動かなくなっちゃったら、お国がめちゃめちゃ大変だってのはもう見えるでしょ。確かに、うん、30% は結構すごい。でも中国はまあ結果的に言ってもしょうがないですけど、うん、こういう不動産に頼らないようなもうちょっと国の経済の回し方はなかったんですかね、うん、いやあったんだよ、うん、まあ、要は世界の工場でコツコツ働いて頑張るっていう手はあったんだけど、うん、でも日本も中国もやっぱりハマった、まあ、錬金術あるとね、うん、使っちゃいますよね。だって超簡単にめちゃめちゃ稼げるんだから、うん、でそこのでいくとここで90年代なんだよね、うん、だからまだ30年経ってないの、うん、90年代の半ばぐらいから、土地の払い下げっていう、これね覚醒剤です。えだって何にもしなくてもさ、手元にある土地を払い下げるだけでゼロが、まあ、そうですよね、数千億円とかになる。そうですよね、これは使っちゃいますね、一回、うん、使ったらもう二度と離れられないですね。いや本当そうですね。でこれなので地方政府半分がもう基本的に土地を売った代金です。税金なんかより、そうなんだ、うん、土地代で半分だから予算を、もう薬漬けじゃないですか。そう、薬漬けだから大変なの、すっごい大変なの。じゃあ今やばいじゃないですか、この人たち。めちゃめちゃやばいから、だから中国の地方、うん、今公務員が給料の遅配とかカットとかいっぱい出てる。いやそうですよね、うん、でここのところに統計の中に含まれていない、ここもやばいんだけど、日本もさ融資、不動産融資プラットフォームってあったじゃん、うん、あれと同じなのがあるのよ、地方政府の融資平台、平台はプラットフォームね、はい、ここの借金が今もうバカみたいになって、これぐらいだって言われてんの、1300兆。これやばいっすね、もう埋まんないでしょこれだ。そうするともう本当に崩壊、はてなじゃなくて崩壊ですね。そうなの、不動この融資平台っていうのは要は地方政府が鉄道を作るとかさ、うん、港を作るとか新しい工業団地を作るみたいな時に借金をかき集めてこの人たちが作ってたのよ、うん、でそのお金が食いついてこんな額になってるって感じ。へえ、これもうどうしたらいいの、もう想像以上に崩れてますね。そうですよね、超大変だから、うんうんうん、これ、うん、はい、もう中央の政府習近平は地方でなんとかこのお金をクリアしてねっていうふうに言ってるだけ。それ無理でしょ。だから要は今果てしなくこれを借り換えては次のに回して次に回して借り換えしてるだけだから、ずっと借金が増え続けるわけ、金利が乗っかってくるからね。これだって地方の政府が破綻しちゃった場合って、うん、そのね、地方の政府は今のところ破綻してないの、うん、なぜなら地方政府に関しては国の保証がつくだろうとみんな信じてるから、もし国が一言共産党が地方政府が助けないって言ったらもう大クラッシュだと思う。でもこれ助けられないでしょすぐに、だからもうゾンビですね、ゾンビです、ゾンビ都市がいっぱい、ここゾンビだよね、不動産デベロッパーゾンビ、はい、地方政府ゾンビ、うん、で地方政府のにぶら下がっているこの金融機関超大ゾンビ、そしてそうか、あの本編もこのくらいにしておきますけど、そしてゾンビもいるし生きてる人たちは減っていくと。そうでもこれ本当にね恐ろしいの、ここがこうやってバブルが崩壊した、まあ、去年だよね、22年に、まあ、61年ぶりに測ったかのように、そう人口が減っていくの、人口マイナスになっちゃってるの、ほらいいとこ一個もないじゃん、ウォーキングデッド状態ですね。本当にそうなんだ、本当ですね、恐ろしいでしょ。これって、うん、もうじゃあ国はあなたたちのこと助けませんよってなった場合に、うん、その失業率増えるみたいな、うん、その食べるものもなくなってみたいな、うん、そういう感じですか。そういうこと、だから爆買いしてる場合じゃないと、爆買いしてる場合じゃないっていうか旅行に来てる場合じゃない、うん、だから日本に旅行に来てるけど、うん、みんな
そんなにお金を使わないで観光だけして帰るじゃん、うん、で余ったお金はここの不動産を買った時の借金を返そうって言って消費に回らないんだよね、うん、となるとここで日本でもあったよね、不動産と物価が一緒に下がる、うん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 、これになっちゃうわけ、デフレ、そう、ここで不動産と物価が下がると怖い怖いダブルデフレです借金返済にお金がどんどん消えていく、新しい消費はしない、物価はどんどん下がっていくっていう恐ろしいサイクルに入りつつあるって感じ。もともとね、まあ、人口から土地から全てが桁違いだから、うん、うまくいってる時は桁違いだけど悪くいく時も桁違いなことになる。そう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 。本当ですね。要するに中国ってレバレッジが激しいので、うん、ゼロから何千億って稼いでいた何千億がそのまま借金に変わっちゃうっていう、怖い。でもこの甘い蜜チューチュー今までですね知ってたのに急にそれ取り上げられて、うん、もう右も左も分かんないみたいな。そうだよ。ただその国からのその、うん、あの補助を待つみたいな。そうで、しかもそれしかできないですよね。資本主義の経済っていうのを知らないから、うん、こんな風に借金が膨らむとかこうなった時にどうしたらいいみたいなことが一切分かんないのよ。まあ、そうですよね。なぜかというと中国では会社は潰れないので、うん、中国にはこの不動産バブルが揉めてるんだけど破産法がないの。だからニューヨークで恒大が申請したよね、うん、じゃあ破産法をやるすれば全部持ってかれないから、うんうん、会社を再建するための取り分を残していいよっていうのが破産法なんで、うんうんうん、それをニューヨークで恒大が申請した、うん、中国でもやりたいけど中国には法案さえない、うん、っていうことなんだよね。これちょっとじゃあこのくらいここまで止めておきましょうか、はい、まだまだ聞きたいこともたくさん出てきたと思いますが、うん、さあじゃあ、ノアさん、ここでお便りとご質問お願いします。はい、じゃあまずお便りからです。20代の女性からいただいています、はい、最近たまに海外に住みたいなと思います。いい、ね、自分の未来やこの国の未来に希望を持てないためです、うん、でも経済的に自立できるか、言葉を喋れるか、読み書きができるかなど簡単なことではないなと思います。でも日本における働き方がどこに行ってでも辛すぎて、結婚出産したりなど家族を持つとしても持たないとしてもどちらも明るい希望が見えません。そのため現実的ではないと頭では考えてしまいますが、なんとなく逃げ出したい気持ちになったり、日本ではない国もしくは今いる地方でない地域に生活の拠点を置けばもっと楽になり生きやすくなるのではないかと思ってしまうのです、というお便りをいただいております、うん。この人いくつぐらいの人？20代としかちょっと書いてない。20代の女性だったらさ、うん、もう言葉ができないとか、ね、うん、問題ないから、うんうん、ともかく行っちゃおう、うんうんうん、だってオーストラリアでさ、その日本食レストランとかでバイトするだけで全然いいんだから。まだワーホリ全然できますからね。できるできる、確かに、うん、本当ですよね。そう、ヨーロッパでも、まあ、オーストラリアでもアメリカでもどこでもいいから行ったらどうかな、うんうんうん、確かに今の日本だとあんま展望ないよね、うんうん、で女性のその働き方がこれから良くなるかっていうとその感じもないしね、うんうん、いや行った方がいいんじゃないかな。うん、ていうかあの、試しに行ってみて、別に帰ってきてもいいわけですから、うん、そうそう、リスク何もない気がする。多分行ったらハマっちゃうよね。ハマっちゃう、楽しいからね。ぜひハマってください、うん、はい、じゃあ次質問です、はい、冬にれさん40代の方からいただいています、イラさん、早川さん、ナオさん、こんにちは。木曜日待ち遠しくなるほど楽しく拝聴しております、さて今回は投資についてお聞きしたいのですが、すでに積立NISAの範囲で米国株式オールカントリーの、投資信託をしています、うん、最近ますます日本の行き先が不安で円で貯金を、持っているより外貨建て外貨の投資をした方がいいかなと思ってきました。でも今は、歴史的円安で今から外貨を買うのはどうなんだろうとも思ってしまいます。しかしこの円安はどんどん進むような気もしますし、お三方ならどうされますか？またNISAの枠を超えると課税は結構取られたり面倒も増えますか？がっつりしたお金の相談ですいません。いつもディープな特集も大好きですということでお便りいただいてます。どうかな。ただなんかちょっと円がピークアウトしそうな感じもあるんだよね、140今7円ぐらい、はい、今日6円か で、ね、うん、で日銀の新しい総裁が、うんうん、あの今までの金利政策を見直すって先週言ってからギューって円が下がり始めてるんで、今ももうちょっと待って、うん、円が強くなってからドルに変えた方がいいんじゃないかな、うん、その後はまたドルが強くなるとは思うんで、うんうんうん、でももう結構上がっちゃってるからね、
120円とか3000円ぐらいでも結構安いなと思っちゃいますよね。なんかあまあねちょっと待ちだね。うん、ただその何2年前3年前に米国株に入れたりしたのは全然プラスになってると思うので、うん、そこはもう問題ないよね、うん、なのでちょっと待って円がもう少し強くなって、うん、例えば140円台割ってくるとかさ、うんうん、135円とかになったら逆にそこで余裕を持ってドルに買いておくっていう手もあるよね、うんうんうん、また円は弱くなっていくだろうから、うんうんうんやっぱり円を持ってるよりちょっとねやっぱドルが強いんだな ね, 分かりますね、うん、なんかちょっと円もね本当になんつうんだろうあんまり展望ないよね、うんまあ、結局国の力が、まあ、為替通貨の力になるんで、うん、そういう点ではさっき の, あの海外で働きたいですっていうのちょっと似てるかな、ただ今は瞬間的な揺り戻しがあって円高局面が来そうだよっていう雰囲気はあります、うんうん、じゃあその見極めはちょっと自分で ね, そうですねあのしてもらわなきゃいけない。でも例えばさ来年の春ぐらいまでちょっと半年ぐらいほっといて、うん、そこで見てみたら、うんうんうん、なるほど、はい、はい、ありがとうございます。さあということでこの後本編に入るんですが、そうですお知らせです、イラさん、はいはい、池袋の、最新刊が19ですね。そうですね、はい、神の呪われた子ということでイラさん宣伝をお願いします。ね、今回宗教2世の話、うん、神の呪われた子、いいタイトルだね。もうでも余白に言われるまで今日全然覚えてなくてあの急遽ちょっと入れさせてもらいましたけど、またあのいつも通り面白いですね、うんうん、で今回は中国のこのバブルの頃の話が入ってるんで、ウイスキー1本8000万円で売れたという日本のウイスキーバブルの話も入っています。そうか、なのでそうしてみると宗教2世の話、中国のバブルの話という、うんうん、いうなんかね、あのすごく今の日本の感じがよく出てたのかなっていう気はしますね、うんはい、あの相変わらず面白いとは思います、はい、リンクも貼っとくのでぜひ池袋の最新刊もチェックしてみてください、はい、さあ、大人の放課後ラジオ本編続きは4通りご視聴いただけます。 YouTube メンバーシップ、ニコニコ動画、 Apple Podcast、 そして audiobook.jp、 いずれかの方でご視聴ください。こちらも詳しくは概要欄をご覧いただけたらと思います。それでは後ほど、はい、だから逆に言うとこれをやってるわけね、共同富裕って言って目立ってお金を持っているところを党が叩いてるわけ、共同富裕だ、今まで IT とか言って頑張ってそんなバカみたいなアブクゼニを作ったところを許さんって言った次の日にテンセントは1兆円寄付する。あのね、何をもって国かっていうのは実はもうはっきり分かっていて、体制にとっての国だから、中国の国っていうのは共産党のことです。結局さ、借金の総額に関してはいくらか分かんないのよ。だから人によっては中国の総額は4000兆だみたいな人もいれば、いやそんなんじゃ済まない7000兆だっていう人もいて、いややっぱそこじゃ収まらない